ちょっと一回歩いてもらおうかな。はい、向こうがあっち、はい、歩いて。音が鳴ってる。鳴るときは鳴る。うん、止まったりね。うん、うん、それやったら怖いもん。あ、分かるわ。ごめん。足の指先が地面を押さえる。はい、そうそうそう。で、今度反対向いて。はい、すいません。こうやって。どうやって押さえるか教えてください。そう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 。はい。はい。そうそうそう。後ろの、後ろの、膝、あれ、はい。そうやな。ですよ。今の、今の。ここの、玄関の反応してる。はい、してます。反応を挟むようにして、ちょっと。ちょっと、もうちょっとだけね、はい、早く歩くのと、はい、ちょっとだけ歩幅広げて、はい、歩幅ちょっとだけ、わずかだけ広げてくれ、うん、それで、それで、それで、はい、無理せんでいいから、それで、それで、そう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 、どう歩いとって、こんなことおっしゃった方誰もいたんですよ、言うたら咲いてへんねん、そんなこと言う人はいてない、ペタ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 買って、うん、そう、ここで今安定してるでしょ、体。そうですね。揺れてへんやろ。はい、あ。ほら。ちゃんと歩いてる。どうですか。上がってますよ、ここ。膝上がってる。上がってる、ちゃんと。ね。うん。意識したら。うん。やっぱ意識したら。そうそうそう。それスムーズよね。はい、スムーズでね。はい。奥さん歩いとってもスムーズでしょ。あ、はい。ね。はい。スムーズだと思うけど。はい。はい。それで、だんだん慣れてきて、歩幅ちょっとずつ広げたらいい。今から広げていって、ちょっとずつ、わずかずつでいいから広げていって、そう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 、もう出しの前でいいから、そうそうそう、それでいい。これさっきの倍ほど広がってんのちゃうかなと思うよ、なんかな、倍とは言わへんけど、歩くのもだいぶしっかりしてるでしょ、うん、ね、横に揺れへんかったでしょ、頭がここへ来たら重心が、うん、そう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 、それで、それ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 やね、長いことを違う歩き方しとったから、この歩き方初めて今やったから、まだ1分とか2分やから慣れてないけど、これをずっと続けていくの。はあ、そうそうそう、それぞそれぞ、あ、しっかりしてきた、指先の違い見たかんで、はい、はい、そう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 、手も振ったらね、足が出やすくなるね、軽く手振っていったら足出やすくなる、手が振らんかったら足出る、あ、そうですね、そう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 、もうだいぶ広がってきたな、それでそれでいい、そう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 、そんな感じ、そんな感じ、わかる、はい、ちょっと体熱くなってきたでしょ、はい、汗出てきました、そうでしょ、はい、こうして歩いたらすごい血流が良くなる、あ、体温上がってくるんだ、奥さん体温そんな高くないかな、あんまり、あ、まあまあね、それで6度ぐらい、36度ちょっとちょっとぐらい下がるときあります、36度、ね、もっと上がるで、これからそうして歩いてくるんだ、キュッとこうやって挟んで、ちょっとだけ挟んで、はい、私はほらこうやって挟んで、力抜いて、この自分でこう挟む、そうそう、うん、最初からこうやって挟みがちょっとこう、あの指をこう、そうそう、こんな感じになる、こんな感じになる、そうそうそう、そうそう、難しいですね、これは、え、難しい、意識してあるというのは、いや、それは意識せんとできひんで、意識せんかったら前の上げて、前の上げて、したらね、そうやったよ、うん、前の上げてたらしいの、意識せんかったら、いらっしゃる方なんかこんなのおかしいやわ、そうやろ、うん、みんな上げておかしいから、こないしゃべったら、私まだまだまたこっちの方してると思ってたわけだ、ね、うん、そうです、全然違う。
向こう行って、そしたら、はい、ちょっと足にね、この電光貼ってあげられたら、ここ座ってちょうだい。はい、すいません、はい、座ってよろしいですか。座ったらいい。こちらも、あ、どこで、うん、そこで、はい、すいません。